高さ3メートルの壁がどこまでも続きます。和歌山刑務所、全国に11カ所ある女子刑務所の一つです。こちらが居室棟です。受刑者約400人程度を収容しています。収容されているのは万引きから殺人まで20代から80代のさまざまな境遇の受刑者たち。刑務所内のある一室で行われていたのは、浜湯の皆さん、お変わりございませんか。先週に続きまして浜湯思い出リクエストの時間がやってまいりました。音楽と思い出のメッセージをお送りさせていただきます。どうぞゆっくりお楽しみください。岩水北条さんがディスクジョッキーを務めるラジオ番組浜湯思い出リクエスト。はい、長さまですね。ラジオのリスナーはおよそ400人の女性受刑者たちです。これは彼女たちから寄せられたリクエストカード。曲にまつわる思い出とともに、普段はなかなか言葉に出すことのできない心のこもったメッセージが並びます。刑務所ラジオ、塀の中の声なき声たちに耳を傾けました。息子さんといつもドライブ中に聞いていました。このようにまず書いていただいております。その当時の息子さんはおいくつぐらいだったんでしょうかね。お母さんといつも車で移動されておられたのかも分かりません。まさに親子水入らずの時間の中にこの曲が常にあったということで、本当に幸せそのものの時間でございましたと、こう書いてくださっているように私には思います。ラジオは毎週火曜日夕食の時間に合わせて放送されています。受刑者の平均年齢はおよそ50歳。彼女たちから寄せられるメッセージには家族との思い出が数多く記されています。息子さん、その後おいくつぐらいになられたか分かりませんけれどね、どうぞ早くまたご子息のもとに帰って同じ曲が聴けるような時間を持ってあげてほしい、こんなことを願っております。受刑者さんにとって彼女たちがどういうふうに受け取ってほしい。ほら静かにしたら横をね、喋るな、うろうろするなというのが私は規律というか、この施設の中での彼らのルールだと思いますので、普通の生活、普通の心境でいられないですよ。受刑者にその食材と心の癒しじゃないけども、本人的に言えば自分が認められたという部分でもありましょうし、自分の存在がね、認められるという世界。リスナーの受刑者はどう感じているのでしょうか。強盗などの罪で服役して7年目になる吉野由紀さんです。もう本当に感謝してます。もう私この火曜日を楽しみに毎日作業してるって言っていいぐらいなんで、もうやっぱ自分の曲が流れたらもう涙流しながら聞いたこともあるし、なんか本当に特別ですよね。でなんか言い表せないです刑務所の朝はここから始まります。受刑者たちは6時半に起こされ、簡単な朝食を済ませるとす
すぐに刑務作業へ向かいます。吉野さんは刑務所内の清掃と補修作業を担当しています。体力的には体力結構しんどい。朝も人より早く出て、帰りももう6時とか7時とかになるような工場だったんで、私らって寂しいですよね。なんかそのこの受刑生活って寂しいじゃないですか。はい、投げて近い。はい、マス目。作業中、受刑者同士の会話は禁止されています。ルールに違反すると懲罰房に入れられることもあります。和歌山刑務所では受刑者の半数が独居房に入っています。小さな洗面台が備え付けられた必要最低限の空間です。広さは3畳ほど。はい、30室。はい、吉野さんはほとんどの時間をこの部屋で一人過ごしています。ある日の夜、吉野さんはラジオのリクエストカードを書いていました。覚醒剤とギャンブルで借金を繰り返した吉野さん、挙句の果てに強盗に手を染めてしまったのだといいます。書き上げたリクエストは5枚。昔付き合っていた彼氏とのエピソードとともに刑務所生活への思いが綴られていました。表現ができない、そのようなところ。岩水さんはこうした受刑者たちにマイクを通して優しく語りかけます。毎日の生活の中でいろんな悲しみや苦しみや辛さや、あるいはまた逆に楽しかった嬉しかった思い出、いろんなことが思い出される日々だろうか。明日に向かって元気でね、頑張ってほしい。歌ってなんて言うんですか、その時にパッと戻れたりするじゃないですか。その自分の楽しかった頃のこととかもパッと思い出せるし、悲しかった時のこともパッと思い出せて、思い出の時に戻れたりするから、なんで泣いてるか自分でも分かんないですけど、やっぱ励まされてると思ってるんですかね、自分で、きっと。刑務所では1日の中で10分だけ受刑者同士の会話が許される休憩時間があります。はい、休憩。おはよう。今日火曜日。タイの歌をリクエストしてる。英語の歌。ラジオの話題で盛り上がる吉野さん。担当する刑務官は吉野さんにある変化があったといいます。自分の思ったことをすぐバッてこう口に出さないと気が済まないような感じの強気なタイプの人だったんですね。ちょっとずつなんですけど、人に押し付けるとかそういった態度っていうのがちょっと改善されてきて。刑務所ラジオが他の受刑者のことを考えるきっかけを作ってくれた。吉野さんはそう考えるようになっていました。受け終わり、はい、先の会議をお願いします。私が一番印象に残ってるそのリクエストする人がいて、息子さんを亡くされた人がいて、そういう人からしたらそれで少し元気づけられたりとかもしてるだろうし、歌もなんかこう入ってくるっていうか、それで感動したりとか勝手にします。一人で別の方の思い出の曲なわけじゃないですか。でもそこまでなんていうんですかね、まあ、感情移入というか自分の気持ちをそっちに持っていくことができる理由ってどういうところにあると思います？い
やっぱりここにいる辛さはやっぱり分かるから、その中でそういう辛いことが起こったりとか、そういうのをやっぱ自分と重ね合わせるんですかね。今まで気づけなかった何かが刑務所で見えることもあると思うんですよ。それを外に出た時に忘れんでほしいなっていうのはあります。またこれから頑張ろうと言っていただく。本業はお寺の住職だという岩水さん。お母ちゃんは役に立たないんだ。受刑者の相談に乗り、だけど社会復帰を支援する特殊面接委員としても長年活動しています。ここ私は生きるっていうのは大変なことよ。逃げ隠れできやしませんよ。嫌やから言って逃げ回ったらとんでもないことになるよ。逃げたらあかん。その熱意が買われ、刑務所からラジオの DJ を依頼されました。12月の締めくくり、毎月2回の放送をずっと続けています。今13年目ですね。長いですよね。長いといや長いし、あっという間あっという間ですね。これだけ長く続けられてることの理由って、理由ってないですね。もう要は受刑者がいててくださるからです。私の都合で辞める時が来たら、その情熱を失った時でしょうね。受刑者に対する思いが、受刑者に対する思い、皆さん周りの方に支えられてるな。岩水さんは必ず番組の最後をこう締めくくります、ね、そういうふうに、あなたを待っててくださる、ね、方々がいらっしゃる。その方々を二度とは悲しましてはならないということをね、心に誓っていただきながら。もう二度と人を悲しませないでほしい。ラジオを聞き続けている吉野さんはどう受け取っているのでしょうか。ああいうメッセージとかを聞いてらっしゃったら、どういうことが心の中に芽生えてくるのかなっていう。きっとこの君の好きな音を私外で聞いたら、ここ多分思い出すと思うんですよ、だからまあいい意味でも悪い意味でも、もう二度と犯罪を犯さないように、しようと思えるかなと思います。現在火曜日に放送しているディスクジョッキー花湯思い出リクエストとカナリアの声で放送する曲を募集します。応募方法は所定の応募用紙。ラジオのリクエスト用紙は年に一度だけ受刑者たちに配られます。集まったリクエストの仕分け作業を一人で行います。今回は410枚全部で、はい、今年は特に多いような気がします。すごく楽しみにしているんだろうなというようなことは、このメッセージカード読んでるだけでも分かりますね、はい、あ、こんにちは。お願いします。向井千恵子さん、もう一つのラジオ番組、はい、カナリアの声のディスクジョッキーです。皆さんこんにちは、ジャミンです。お元気ですか。第3火曜日カナリアの声の時間始まりました。かけてください。ジャミンのラジオネームで毎月第3、第4火曜日の放送を担当しています。お届けしますよ。今年涙を流したその分、来年はその涙がたくさんの笑顔に変わりますように。皆さん来年も一歩一歩前に進んで頑張ってくださいね。応援しています。1年間カナリアの
放送を始めて今年で14年目。受刑者と向き合い続けるのは簡単なことではありませんでした。もう考えて結構悩んだ時期もあったんですよ。メッセージの中でジャミーさん私5回目なんですで、やっぱり一度社会復帰してもまた戻ってくる人も多いんですね。あなたの居場所はここじゃないですよね。もうあの社会に戻ったらここにはもう戻ってこないように頑張ってくださいねって心の中では思ってるんですけど、それをやっぱり言えない、なんか難しいなみたいな感じはあります。ラジオの役割とは何なのか悩み続けた中で、受刑者のメッセージにある変化が生まれたことに気づきました。前は1行ぐらい、この曲が好きですとか、なんかそんなのが多かったんですけど、うん、今は本当に心の中開いていろんなこと書いてくれてるんで。放送を重ねるたびにリクエストのコメント欄は彼女たちの思いで埋め尽くされるようになりました。あ、こんなに心を閉ざしてた人がこんなにオープンになってこんなに元気になったんだ。マイクの向こうにいる彼女たちを想像しながらメッセージを通して受刑者と向き合いたいな。そこで彼女たちが元気になろうって思ったり考えてくれるように後押しをするのが私の役目かなって。向井さんが今特に気にかけている受刑者がいます。台湾の方は、台湾の人は、うん、来てますか。はい、1枚書いてきてますね、うん、前と同じメッセージだったと思います。リクエスト曲は家へ帰ろう、中国の歌です。はい、どうぞ入ってください。リクエストを書いた中国人の劉志玲さん、貿易関係の仕事をしていましたが、知り合いから頼まれた荷物に大量の薬物が入っていたことから営利目的密輸の罪で無期懲役となりました。無期懲役の刑で受けた時にとてもあのショックで死んだ方がいいかなと、何かその時の正直の気持ちです。そんな彼女に自らが犯した罪と向き合わせてくれたのは刑務所での生活そのものでした。リュウさんは一人では生活が難しい高齢者や障害のある受刑者の面倒を見ています。その中には薬物依存症の受刑者も数多く含まれていました。私の周りに薬物中毒の方々いっぱいいるから、刑務所にいればいるほど自分の、 あの犯したの罪がすごく罪悪感がますます、自分が償うの気持ち忘れずにこれから自分が何かやりたいかな。前向きに刑務所生活を送るようになった劉さんですが、一つ大きな気がかりが。あのお母さんが認知症で診断されて、すごく私ショックしました。いつか帰るわからないから、もう帰ったらお母さん私のこと覚えてるとか覚えてないとかもうわからないから。リュウさんはある手紙を何度も読み返していました。久しぶりお母さんの手紙届きました。1枚2枚だけでもお母さんの字で手紙届けたら私すごく嬉しくて、あなたうち帰るまで私は懸命に生きているよっていつも手紙で綴られて。80歳の母親は中国北京に、劉さんの娘2人を自分の代わりに育ててくれたのだといいます。
のお母さんに対して申し訳ないの気持ちとか感謝の気持ちとか言葉表わないぐらいで胸でいっぱいであります。手紙の匂い、封筒の匂い、遠く離れた母親を思います。リュウさんは母親との思い出の曲を毎年リクエストしています。服役して10年、刑務所の中で学んだという日本語で思いを綴ります。お母さんといつもカラオケ行くときにお母さん大好きの歌お願いしました。お母さん大好きの歌から帰ったら、もし私のことを思いないならばこのお母さん大好きの歌でお母さんが私のことを思い出す話すことできるかな。綺麗な日本語で。リュウさんのリクエストを読んだ向井さん、今年最初の刑務所ラジオの放送です。では今日最後のリクエストをご紹介します。そんな思いで、リュウさんは作業が一段落ついたところ夕食を取りながらラジオに耳を傾けます。ホエジャーというタイトルを日本語に言えば家に帰る。私のお母さんが大好きな歌ですが、いつもお母さんからもらった手紙に、あなたが帰るまで私は懸命に生きて待ってるよという、私のために尽くしたお母さんに今の私は何にもできない、だからこそお母さんの大好きな歌をお母さんに捧げて送りたい、きっと私の愛と一緒に届きますようにと信じています。ぜひお願いいたします。以前もねこの曲、お母さんがね認知症になったというメッセージを書いてくださってました。お母さんから手紙が届いたんですね。お母さんお元気でよかったです。感謝の気持ちお母さんにいっぱい届きますように。80歳の母親と最後に会ったのは13年前。無期懲役の自分にはもう二度と会えないかもしれない。母親への思いをこの5分間に託します。もうすごく何か胸でいっぱいでいっぱいでな、もうすごく思いました。お母さんと夜型の空に見て、鳩のような空に自由に飛んでいて、一瞬でもいいからお母さんのそばに行って抱きしめてあげたい。お母さん好きの歌流れたよとか会いたかったとか伝えたい。お母さんに、そろそろお別れの時間です。エンディングの曲、この曲を聴きながらお別れです。今年も1年365日、皆さん前を向いて一歩一歩歩いていってくださいね。そして笑顔の多い1年になりますように。ではまた来週お耳にかかります。お相手はジャミンでした。さようなら。受刑者が心の支えになっているだとか、ラジオ放送を聞いて所内生活を前向きに送るその励みになっているとか、自分の気持ちを落ち着いて書いたり落ち着いて誰かに伝えたりというようなことができるようになったんだなっていうのは、受刑者の成長を捉える一つのきっかけになるっていうか。彼女たち受刑者は
自らが犯した罪の重さに向き合い続けます。その日々の中、週に一度だけ家族を思い、人生を振り返る刑務所ラジオは、そんな大切な時間を彼女たちに与えていました。いつの日か社会復帰するその時に向けて、刑務所ラジオは彼女たちの背中をほんの少し後押ししてくれていました。